はい、どうも、皆さん、こんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、まあ、本日はね、まあ、このね、動画の撮影日時、4月14日ということでね、アジアツアーの千葉公演2日目が、まあ、ちょうど終わったぐらいの、時間でございます。まあね、日本ではね、最初で最後のアジアツアーということなのでね、まあ、やっぱり多くのね、人が行って、どうも賑わっていたらしいですね。で、今回はですね、まあ、アジアツアーとは関係ないんですけども、面白いものをね、先日、購入いたしましたのでね、こちらをご紹介したいと思います。はい、じゃじゃん。まあ、こちらですね、3月で、番組として終了いたしました、まるごとリカコの、カレーでございます。はい。もうほんとそのままですね、まるごとリカコカレーでございますね。こちらですね、先日の3月末に行われました、まるごとリカコのファンミーティングでですね、まあ、会場で、発売がされたカレーでございます。もう、立派なレトルトカレーですね。ちなみにですね、こちらのカレーは、1個1000円だったかな。で、こちらの丸ごとリカコカレーはですね、まあ、相田さんとカレーってそんな、つながりないじゃないかと思われる方いると思うんですけど、まあ、相田さんって言えばね、ハンバーグってイメージがすごい強いんですけど、まあ、ちょっとね、それは黒歴史なのでね、あんまり言わないでおきますが、まあ、こちらのですね、丸ごとリカコカレーはですね、どうも相田さんのご実家の、カレーを再現したものらしいんですよ。はい、実際に裏にこんな感じで書いてありますね。声優相田リカコさんが幼い頃から食べていた、トマトチキンカレー、を、そのまま再現したということで、まあね、相田さんがこう、食べ慣れているね、ご実家のカレーというのを、まあ相田さんご本人が、もう完全に監修をしましてね、再現したということで、まあ今回はですね、まあこちらのね、トマトチキンカレーをね、実際に食べて、まあちょっと食レポをね、してみたいなと思います。中には、このあれですね、レトルトカレーの、まあこの袋が入ってますね。これはあれですかね、いわゆる熱湯に入れて、なんか、温める感じなんですかね。はい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 。よいしょ。ということでですね、カレーの方ができました。まあ、ちょっとね、ご飯も、なかったのでね、ご飯もちょっと最初から炊いたので、だいぶ時間がかかっちゃったんですけども、こんな感じですね。すごいね、トマトの匂いがします。めっちゃ。あんまりトマトカレーってね、食べたことないんでね、自分。どんな感じなんでしょうかね、味も。ちょっと気になりますね。で、具材としてはですね、やっぱり野菜が多めですね。野菜とあと鶏肉、チキンですね。まあ、トマトチキンカレーっていうぐらいですからね。鶏肉もいっぱい入ってます。あと野菜もすごい多めでね、すごい体にも良さそうですね。はい。さて、ちょっとね、今日はね、ビールも、すいません、飲ませてください。はい。じゃあちょっとね、アジアツアー、千葉2日間とも終了。お疲れ様でした。乾杯。ちょっとね、アイキャンがね、ツイッターで家帰ったらね、絶対ビール飲むみたいなこと言ってたんでね。ちょっと自分もビール飲みました。カレーをいただこう。ちょっとね、夕飯ね、まともに食べてないんでね、どんな味なんでしょうか。いただきます。すごい、美味しい。てか結構、すごいさっぱりめですね。うん。やっぱトマトがすごい効いてるんですね。なんかすごい、スープカレーに似てますね。まあ、スープカレーってね、結構もともと野菜が多めに入ってますからね。まあ、これもね、結構野菜多いから、まあ、似てるっていうのもあるのかもしれないですけどもね。やっぱね、こう、カレーのルーがね、ちょっと薄めになっていて、かつ、トマトのね、ベースにしてるので、やっぱ、そのルーとね、トマトのこの兼ね合いがすごい良くて、マイルドなね、感じの、味わいになってます。そう、トマトカレーっていうから、結構そのトマトの酸味がね、強いのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、トマトとしてのね、ベースも残しつつ、かつ酸味は抑えめになっているのでね、本当にだから幼い、人子もね、食べれるような、味ですね。老若男女、どんな世代にも食べれるようなカレーとなってます。そう、あんまりね、酸味が強いとね、ちっちゃい子供が食べれないですからね。まあ、幼い頃からリカコが食べてたっていうぐらいなのでね、やっぱりこう、幼い子でもね、食べれるように、結構マイルドな風味を出しつつ、トマトのね、酸味も抑えられているんでしょう。はい、ごちそうさまでございました。いやー、美味しかったっすね、本当に。僕ね、結構カレーとかね、いろんな種類のカレー好きで、チキンカレーも好きだし、スープカレーとか、スープカレーがね、僕一番好きなんですけど、なんかね、味わいがね、すごいスープカレーみたいな感じで、マイルドだったので、僕はね、こういう味はすごい好きですね。はい、ということでですね、今回は、こちらのですね、丸ごとリカコファンミーティングで発売がされました、丸ごとリカコカレーをですね、実際に、実際に食べてみて、
それで食レポの方をいたしました。ちなみにですね、こちらのね、丸ごとリカコカレーはあのゲーマーズさんの方でもね、売られてるらしいので、皆さんねぜひ、店頭の方でね丸ごとリカコカレー買ってみてはいかがでしょうか。もしですねこの動画いいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。